久保さんそうですねまあいろいろ語るでしょうねいろんなこと、うん、いろんなこと語るでしょうねうんああやっとけばよかったなみたいなうんまあ僕と他の人は違うんで 僕は、あの、やるべきことはやりまくってるから、あんま多分語らないと思いますね。今は語るけど、今は喋るけど、死ぬ間際、あんま語らないと思いますね。も、ま、う、あ、なんか、もうやりきったな、みたいな。動画ももう撮り切ったなと。100万本ぐらい撮ったし、もう喋ることねえな、みたいなね。<laughs> うん。うん。人生って何なんでしょうね。うん。 僕は人生とは時間であると。で、その時間をどう過ごすかが全てかなと思います。で、そのす限られた時間を今やっている仕事に当てることによって、えー、自分の人生がより楽しくなる、豊かになる、幸せに満ち溢れている。もちろん仕事っていうのは辛い反面もありますけれども、それ以上のなんか楽しさがあったりとかするんだったらいいじゃないですか。だけど、仕事もつまんない、給料も安い、 人間関係も嫌だいやだったら違うことやればいいじゃんっていううん思いますけどねだけどああだこうだ言っていや吉田さんそんなこと言ってじゃあ仕事辞めたら仕事辞めたら保証してくれるんですかみたいなね <laughs> 多分だから変えられないんじゃないですかねうん保証するのは自分が保証してあげるんですよ 保証できるのは自分しかいないです。いってらっしゃい。